ここまで行ったもん。なんでシャックルの？え？あー落ちた。すげえ。いい味、いい味。こういうのがサビキですね。今回はこのタックルを抽選ということで。はい、何食ってますの？ポテチ。今日ポテチ？今回淡路来ております。淡路や。明日がサイラバの船に乗るっていうメインのイベントなんですけど、今回はなんとその前日に、うん、この前釣り具屋さんで初心者向けのタックルはどういうのを揃えたらいいか、うんうんうん、でシモムさんっていうカリスマ店員さんに接客してもらって一緒に買い物して、今買った道具持ってきてます。ほらこれ。お、これさえあればすぐ釣りできるやつ。これでどうすんの？今回はその初心者向けの釣り具を使ってどういう釣りをしたら1回目の釣りで楽しい釣りができるのか。おー大事やね、初めの一歩っていう解説を。聞きにくいやん、初心者の人が海行って知らん人に聞きにくいやん。もう人見知りやって余計無理やん。やろ、ほんで子供も連れてってんのに、うん、父ちゃんかっこいいとこ見せたのに、うん、すみませんこれどうやりまんのって。その無理やん。その間に子供落ちたらどうなりすんの？だからそういうお父さんのためにこそっと解説してあげよう、うん、めちゃめちゃええ話やねこれ。これを見たら誰でも連れていける。お父さん必見よ。1日目からな、うん、なるほど。知ったかできるっていう、そんな釣りしようかな。息子にええ過去できる。初心に帰って釣りをしていきます。オッケー。ということで淡路1日目は初心者セットを使っていろんな魚を釣るぞ。早速動画いってみましょう。レッツゴー。魚屋の釣り船ピッチピッチ TV、 あ、弾まるよ。じゃあまず釣りより大事なことが一つあります。もう安全。安全や、それ一番大事や。安全に必要なのは、うん、ライフジャケット、これですね。うん、京介はこういうポケットがついて道具が入れられるタックルボックスごと背負うみたいなライフジャケット。店長の逆にスタイリッシュ。これこういう感じ。はいはいはい。道具は入れれないけどラフやね。いろんなライフジャケットがあるんで、それぞれのスタイルに合わせて、はい、こういうライフジャケットは歩きながら釣りする人には持ってこい。トコ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 、いちいち荷物持たんでいいから。確かに、もうこっからピピッと帰れるもんね。そこにずっとおる人はもうこれで十分。そうだね、肩も凝らない、はい、で、絶対必要な、うん、これでしょう。まず竿とリールですよ。前編で買った竿ですね。初めてのタチウオワインドエギングにおすすめのロットリールセット。これええやん。これいいよな。めっちゃいい。まずこういうのを使って自分ってどんなのが好きなんかなっていうのを知るっていうのが大事だな。そうだね、スタンダードな感じで。これもうみんなのために見やすい、この蓋が透明なボックスも買った。優しいね。2000円ぐらいじゃんこれ。これが一番高かったんちゃうか。これが一番高かったんちゃうか。はい、見てください。ほらエギやイカ釣るやつだよね。そしてこれタチウオ釣るやつだよね。ワインドというやつ、まあ、いろいろワインドのケミホタ。夜やからね、光に寄ってくるよ。で、これシモムさんおすすめのおすすめ、ね、タチウオやな、それ、うん、タチウオ。で、なんかこのおっぱい吸ってっていうスケベな感じやけどちっちゃいイカが釣れるやつ。こういうの季節はいつがいいんですか？こういうのやっぱり冬のちっちゃい剣先とか、そんなんええんちゃうんですか？あとはこんなん使って全然釣れへん時のために、うん、これは皆さんご存知でしょう。そうだな、サビキのセット、うんうんうん。あとはタチウオ用、うん、この辺、うん、ちょっとおすすめで買ってきました。こんな感じでタチウオのセット、イカ釣りで、アジとかこう小物を釣るサビキ、はい、子供でも楽しめるやつね、うん、こういうエビ、うん、網エビって言うて、シモムさんこれええ香りするよ。これをこのカゴの中に入れて、この DGA に紛れさせてアジに間違えさせて食べさすっていう釣りやな。そうです、これもセットで。で、鬼締めに必須なバケツ、はい、これ絶対いるよ。そして魚を挟むやつとね、ハサミ、これも地味に大事やから、うん、これ全部ね、うん、買ってきたんだ。このセットよ。そう、このセットをそのまま視聴者様1名様に抽選で差し上げようと。太っ腹やね。この道具使って釣りしたらちょっと一回使ったやつキモいやん。これにしたいけどな。でもそれはできないので、まあ、この道具でそれができるよっていう釣りを今から京介先生見せてくれるんで。釣れるんかな。まあ、まずはその初心の楽しみ方を誰でも簡単にね教えてください。先生お願いします。任せろり。いけるのかなすび。いける。じゃまずこのサビキを使って小物釣りで遊ぶっていう感じ。一番ベーシックに楽しめる。ちょうどね今仮マネージャーが釣りしてるんですよ。仮
まだ仮やねんけど、まだあのベタ付けのマネージャーじゃなくて、はい、こういうどっかに行くときに場所のアテンドだの、居酒屋のアテンドだの、宿のアテンドだの、今後してもらえるかどうかちょっと検証中の仮マネージャーがいるんですけど、これ、まあ、仮マネージャーに内緒なんですけど、今回の動きで視聴者の皆さんに見てもらおう。マネージャーにふさわしいのかどうか、ビシッと動くのか、バケツ取ってきて、はい、動くの、水汲んで、はい、なるほど、氷作ってきて、はい、のじめして、はい、って何言うのかどうか、はいはい、いやみたいな感じやったら、うんね、うん、そういうのもね、視聴者に見ていただきながら、新キャラ登場いうことやね。ということで、仮マネージャーのとこ行ってみよう。はい、お前、アボ連れてるか。はい、仮マネージャー、紹介します。マーボーです。釣り船のマーボーでーす。いや、まだ釣り船じゃないんで。何を言ってるんですか。これがさっき初心者セットの中にあるサビキですよ。まあこれ浮きついてるけど、こんな感じで針がキラキラしたやつが、この下にカゴがついてます。このカゴの中にですね、これさっきやった網エビですね、これをですね、このスプーンを使って入れる入れる入れるで入れて、これで足元にボトンと落とす。釣れてますか。釣れてますね。これ今初心者の方に分かりやすく説明してください。はい、はい、このしゃくったことによって網エビが舞うんやね。それで魚を釣ってください。これ今ね、見えるかな、見えへんか、見えてんのちょっとスズメダイが多いですけど、この下にね、結構いいサイズのアジがうじゃうじゃとおるんです。マネージャーお願いします。いきます。スズメダイがでも寄ってきてもたっすね。このスズメダイをかわしながら、そこまで一旦落としましょう。でそっからシャクシャク。ちょっと京介やってみて。めちゃくちゃ汚いじゃないですか、この歯を。馬王さん、餌ちょっと入れてもらって。ああ。砂場、こうです。で昔、砂場で遊んだ時のことを思い出して、こう公園であの子可愛いなとか言いながら遊んだ砂場の思い出を。はいはい、なるほど。はい、できました。あ、これでいいんですか。これでいいですよ。あ、なんか眩しいな。あれあれ、あ、これ絶対これサビキの時いるやっちゃうん。サビキの時はこれかぶっとかな、冗談じゃないよ。マモさんめっちゃタックル汚いんですけど。大丈夫大丈夫。これをまずそこまで落とします。くっそくっそなんでしゃくるの。来ました。え、もうよ、まだ釣れないですね。なんで釣れた。今ちょっとピューッとしゃくりましたよ。マーボー餌入れて。どれ入ってますけどね、これ。あ、入ってる。釣れんの、ここで。釣れるよ。僕どっか来た。大阪の宮古島から来ました。釣れるよ、みんな言うとんがな。んなもん困るで、そんなことやると思ったら。おぉ、あー、落ちた。すげえ。うわぁ、いい感じ。うぅい、うわぁ、かわいそう。いい味、いい味。こういうのがサビキで釣れます。うわぁ、全然これでも美味しいサイズ。綺麗。マーボーやと何します、この味。この味、はい、素揚げ。素揚げ。まあ、まぶしまぶしって。いや、サングラス取ったんちゃうから。あ、そうか。まあ、これがこのサビキの釣り。ポンポン行こう。ほな次。はい、俺はその間置き竿でいつも通りバナメイエビを使ってね、あいつを狙っていきます。淡路島っつったあいつだから、もう間違いないですね。でももう時間がな、よく寝るからあいつら。まあ、これ置き竿しながら、これは初心者向きではないんでね、この釣りは。ああいうちょっと目が張ってて、その周りに貝が出てる、ああいう周りのか。ああいうとこにいるんですね。うん、足元。じゃあ、京介のエギング講座行ってみましょう。京介氏です。よろしくお願いします。お願いします。今回はですね、淡路島です。淡路島の秋といえば、そうです。アオリイカ。このアオリイカをですね、釣るために必要な道具、まずこれです。これはですね、買ったやつではないんですけど、これ僕が持ってるやつ。これにですね、これわかりますかね、この鼻先についてる。スナップというやつですね。そうですね。このスナップをつけておくと、後々便利です。何が便利なのって言いますと、この色が釣れないなと思ったら、違う色にワンタッチで交換できる。結び替えなくてもいいので、これをつけていく必要があります。では、この結び方から教えてもらっていいですか？はい。まあ僕はもう本当に簡単に結びます。まずスナップのこの穴ですね。この穴に糸を通します。
まあ、これぐらい取ってもらいまして、僕のやり方ですけど、人差し指と中指を合わせて、ここでこういう風にこう輪っかを作ります。難しいな。この輪っかにこっちの方の糸。難しいなこれ。難しいですか？これを1回、2回、3回、4回入れます。で、これをギューッと引っ張って、最後にこっちのメインの方の糸をギューッと縛ると。で、こうやって糸がこんだけ余りますので、これはカットします。ハサミで、この余った糸をまあだいたいこれぐらい残してバスッと。店長、えらいよう切れるハサミですよ。これはめちゃめちゃよう切れるわ。で、必ずこの切ったゴミとかは持って帰ってくださいね、うん、釣り場にゴミは残さないように、うん、で、これで結べました。これでエギングスタートです、うん。エギングって初心者にはかなりきつい。何回エギング行っても釣ったことない人も多いんじゃないですか、こういう釣りって。なんかイメージが難しい。でもエギング自体は簡単なんで、まあちょっと簡単に説明します。まずこのエギを飛ばします。それと飛ばします。で、飛ばしましたらですね、一旦底の方まで沈めるために竿を下向けて、このリールのこのベールを返します。で、糸がどん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 こうスーッと出ていって、底の方に落ちていきます。ベールって何でしょうか先生。初心者向けの動画です。はい。このベールが閉まってると糸が出ません。ベールを起こすっていうのは、ベールを起こすというのはこういうことです。なるほど。そうすると糸がこういうふうにポロ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 と糸が出ていきます。うん。もう着底したかどうかっていうのはですね、初心者さんにこの動画でお伝えするのはなかなか難しいんですけど、うん、まあ、ざっくり糸吹きをよく見ていってると、うん、こう糸がボトムに、あ、ごめんなさい、底に落ちていってる最中は糸がずっと出続けてます。それがこの糸吹きがふっと吹けます。それは底についた合図です。それなると底についたんだなと思って、このさっきのこのベールをこう返します。で、ここからしゃくり返します。で、ちょっと出過ぎた分軽く巻き取って、上に2回ほど叩きます。で、しゃくるとエギがこう水中でこういう風に跳ねます。で、跳ねていって、この落ちてる時にエギがこう抱いてくる、エギがこう抱いてくる、エギがこう抱いてくる。エギってイカですか？エギってあのルアーです。エギを抱いてくるってことですね。エギを抱いてくる、うん。山下で検索したらもうめちゃくちゃええ動画いっぱい出てくるわ。まあ、これぐらいの時間帯からアオリイカ釣り出しますね、うん。うわすげえ。何？アナハゼです。しかもルアーで。はい。色やばい。やばいでしょ、アナハゼって。え？毒？あ、毒ないです。これ毒ないの？これちなみに骨も青いです。きれ。アナハゼです。きれ。いや、俺初めて見た。あ、ほんまっすか？めっちゃ青い。ハゼの仲間じゃないんですけどね。へえ。ありがとう。はい、あれ？なんかアナハゼと一緒の色の T シャツ。はい、あ。はい、ありがとうございます。でこう歩いてるとイカの墨跡があるんよね、床に。例えばほら見て、こういう感じでこのイカが吐いた墨があるとこ、うん、こういうところはやっぱ店長可能性高いです。これイカの墨ですか？これアオリイカの新子の墨です。釣り上げたら吐くから、そう、こう多分ここでこうよいしょー言うてこう置いたんよね。ああ、このブシューってここで吐いたんでしょ。うん、なるほど。ってことはここでイカが釣れたということで、こういうのをヒントに場所選びしていってもらうと最初の一杯に近づけるんじゃないですか。うん、まあ、イカんとは釣れへんから釣りってな。イカだけに？そうやねんな。確かに。さっきのサビキよりは難易度は上がるけど、しゃくってるだけでも楽しいエギング、皆さんもぜひトライしてください。はい、ということで今回は初心者のための釣り具をどうやって買うかから、まあ、釣りに行ってみようっていう企画やったんですけど、全然絵にならなかったね。パッとせんね。ていうか分かりやすく説明しようと思ったら日中じゃ厳しいわけよ。言い訳言ったら。とりあえず編集でお願いします。今回はこのタックルを、はい、これまたツイッターにてね、うん、抽選ということで、皆さんツイッターの方チェックしてください。釣り線ピッチプチ TV 西田がつぶやいてます。そのつぶやきの中にプレゼント企画ありますんで、ツイッター抽選の中から1名様にこの2万円相当の初心者セット、うん、まあ釣りする方も例えば子供連れて行きたいな、でも子供にお金使うのはちょっと奥さんが怒るみたいな、
クスでもいいやん。子供用に抽選狙ってもらってもいい。うん、全然いい。何でもできるセット揃えてるもんね。サビキ、イカ、まあ、なんかちょん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 ガシラとかで何でも釣れるんで、これ釣り始めるにはもってこいのセットでございます。まあね、もう暗なってきたし、はい、釣りは今から言うねんけど、もうご飯なんで僕たち今からお風呂入ってご飯食べます。はい、釣りはもうねこの辺の人が釣ってくれるんで。ですね、任せましょうか。今おじいちゃんに言われても釣りは今からやぞ、知るかい酒じゃん。マネージャー時間は5時20分え、眩しくない、めちゃめちゃ絡みにくいんですけど、あの人。とりあえずまだ仮ということで、まあ、そんな感じで今日は、はい、プレゼント企画の動画でした。はい、皆さんどしどし応募してくださいということで、今から僕たちはお風呂入って展開しますので、また次回の動画を期待する前にチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。シャオー。手の麻婆片付けてこれ。はいよ。え、絡みにくいわ。もう最後まで絡みにくい。地球